うん、わかった。渡しとくねあ。ごめん、時間やけん。もう切るね。うん、ありがとう。じゃあね。ようやく見つけましたあなたには今から未来のキーパーソンになっていただきます 自己紹介が遅れました。私、2021年から言いますと、ちょうど100年後、20121年から繋いでおります。エにしと申します。私たちの世界は今大変なことになっていて、私たちの組織はそれをどうにか変えようと必死なんです。あなたがキーパーソンだということが判明し、100年前まで時間を遡り、頼みに来たんです。オンラインの発展とともに、悪意のある犯罪や抽象がエスカレートしたんですね。 強制シャットアウトというものを作りました。強制シャットアウト一度トラブルが起きたりすると AI が判断して、その後はもう二度と関わることができなくなる。とうとう占いまで。あの、まだ抜けないでちょ、ちょっと待っててくださいまだ抜けないで !25 になったら、地元に帰る約束なんです。今日で何も変わらなかったら、自分が信じてきた自分は、 嘘ってことになる。だから、せめて最後に、誰かのことを占いたくて。上の階の栗内と申します。栗内あはいあ。すいません。何か用でしょうかあ。あのですね、置き配指定になってて気づかなかったんですけど、間違ってうちに荷物届いてて、もしかしたらまた同じようなことあるかもしれないんで。 僕の名刺、荷物の上に置いときますね。はい。もし僕のが届いたときは、ご連絡いただけたら取りに行きますので。では。エニスさん、どうしたんですかどうしたじゃないですよ。あなたがうだうだしてる間に、こっちは大変なことに、もう過去にも行けなくなりそうに。の、濃密生卵さん、あの人と話がしたいの。え、どういうことケイがここまで頼むってことは、それほど何か大事なことなんでしょとにかく週に。 あ、シュウって言うんだけど、ちょっと連絡してくる。あなたが知らないその後の半年のいつきも知っています。シュウ私はもうやめないよって何回も言いました。守る相手だってもうそこにはいないのにって。最後はそうやって自分は何も関係してませんよみたいな顔して逃げるなんて卑怯じゃないですか <laughs> また同じことになると思いますけどね。